ノーフォークテリアノーフォークテリアはイギリスを原産国とする犬種。犬のグループ分類ではテリアグループに属する。イギリスの農村でネズミやキツネなどへの狩猟用として古くから使われてきた。そのため元々は農村部でのみ飼育される犬種だったが、現在では都市部でも飼育されるようになった。1936年にノーリッチテリアとして、 アメリカンケネルクラブに認定された。当時この犬種は立ちタイプだけを認めていたが、耳が垂れたタイプの犬も存在するということが判明し、1979年に耳の垂れたタイプがノーフォークテリアという別の犬種として認定されることになった。平均的な体高は死由ともに約2 3トルから約2 5トルで、体重は 死ゆともに5キログラム弱程度にしかならない。テリアグループの中では特に小さい犬種の一つで、同じテリアの名を持つ犬種の中では、ヨークシャーテリアの次に小型の犬種。大きくなっても2 5トル程度にしかならない小型犬だが、天候の変化には比較的耐えやすく、どんな天候でも小動物を必要に追跡する姿から、原野の小悪魔の二つ名で呼ばれている。 ありがとうございます。